さて、続いてはですね、久しぶり、7年ぶりに作品を発表した、直木賞作家の本をご紹介したいと思います。9月に出たばかりの山本文夫さんというんですけども、女性作家さんです。山本文夫さんの自転しながら好転するという作品です。これちょっとね、一見すると厚めだなと思うかもしれませんけれども、一番最初に言ったようにですね、今日は私がとにかく夢中になって読んだ本ばかり持ってきましたので、絶対これも皆さんにも夢中になって読んでいただけると思います。この小説の、主な主人公、主な主人公という言い方は変なんですけれども、三人称で書かれていて、三人称で書かれている作品というのは、そのある一人の人に、焦点を当てて書かれて、またその作品の途中でまた別の人物に焦点を当てて書かれるというような書かれ方をすることもあるんですけれども、まず焦点を当てられているのが32歳の女性、宮子という女性です。彼女は東京のアパレルで店長をしていたんですけれども、体調の悪い母親の看病のために茨城の実家へ戻って親子3人で暮らしているという設定です。彼女は今アウトレットモールのやはり服を売る店で非正規で働いています。その店は自分の好きなタイプの服を売っているわけではないけれども、嫌いというわけではない、そういう、服を売っている店で働いている女性です。宮子は同じアウトレットモールの回転寿司屋で働いている2歳年下の寛一という男性と付き合うようになります。寛一は中卒、父親も寿司職人だった。母親は父親に愛想を尽かして出て行ってしまい、今はその父親は介護施設に入っている。寛一は気さくで人懐っこくて、うんちく好き、読書好き、情に熱いという、そんなキャラクターです。彼と付き合う中で宮子は彼と結婚していいのか悩みます。もちろん悩みは恋愛だけじゃありません。仕事の人間関係にも悩まされます。というここまでの説明を聞いて、似たような小説って世の中にたくさんあるような気がするな、そんなふうに思いませんか。山本さんの小説はですね、ちゃんと誰もが楽しめる、とっつきやすいお話としての体裁が素晴らしく整っているのに、不自然じゃないっていうところがすごいって私は毎回思っています。山本さんが、例えばこのさっきね、7年、ブランクというか新しい作品が出るのに、期間があったけれども、今この作品すごく売れてますが、非常に待たれていたと思うんですね。その、待たれていたということの理由の一つは、よくある作品、よくあるようなあらすじ説明をするとそうなんだけれども、作り事っぽくないというその技がすごいなって毎回思います。この小説は介護、非正規、学歴、働くことに際しての困難が全部詰まっている、そういう小説だとも言えると思うんですけれども、私がこの小説をすごく好きだなと感じたのは、この焦点を当てられる32歳の宮子、主人公と言ってもいい彼女がですね、微妙に嫌な感じなんです。あまり好きになれない。私はどうやらですね、自分の読書の傾向、好きな作品がどんなものかということを考えたときに、あんまりね、共感できない主人公が好き、共感できる登場人物ももちろんいいなと思うし、私もこういう考え方したことがあるな、うんうんって思うんですけれど、それは自分を見ているような感じがする。だけど私は現実世界でもそうですけど、小説ではあんまりなんかこう自分とは違う人に会いたいってすごく思います。そして小説でいくら嫌な人に会っても全然その被害はないわけじゃないですか。なので
そういう登場人物が出てくる作品を見ると、なんかこうだんだん嬉しくなってくるっていうところがあります。一方で彼女が付き合う寛一をね、私はすごく魅力的な男性だと思ったんです。ダメ男っぽいところもあるんだけれども、すごくなかなかね、こういう男の人いないんじゃないかなって思いながら読みました。でもね、宮子は例えば、寛一が中卒であることとか、まあ、途中で仕事を辞めたりするんですけども、そういうことに不安を感じたりするわけです。もちろんそれは分かりますよ。分かりますけれど、やっぱりなんか人柄なんじゃないのと思ったところで、宮子も非正規っていう立場だから、あ、そうか、そんな風に思えないところもやっぱりあるなと思ったりして、自分の中で彼女に反感を覚えるところと、そうだなと思えるところ、自分の心がこう行き来するところが読書をしていてすごく楽しいなというふうに思いました。まあ、読者としては寛一が、まあ、素敵、いいなと思うというところからうまくいってほしいなって思いながら読むんですけれども、人の心は一ところではとどまらないし、こうお互いに本音を言い合ってもすっきりするというわけではないというところありますよね。ですから私はこの作品ね、皆さんも読んでぜひじらされてほしいと思います。そしてこの本のですね、書評とか感想にそれこそ励まされた、希望が見えたって書いてる人もいたりするんですけれども、私さっきチョン・セロンさんの、ね、作品をご紹介したときに励ましのことについてちょっと言いましたが、別にね、励まされなくても希望が見えなくてもいいと思うんですこういうタイプのね、小説だったら、さっきも言いましたけど、読んでいる最中ね、登場人物にいろいろ言いたくなるっていうのがこう楽しかったりする面、そしてそれは自分と対話するっていうことでもあると思うんです。そういう楽しみ方ができる、そういうところが一番かなと思うこともあるので、そういった楽しみ方をして読んでいただけると、私としてはなんかこうちょっと握手をしたいような、そんな気持ちになります。そして、これですね、宮子と寛一の行き先が、恋愛の行き先がどうなるのかなと思いながら読んでいって、ラストには大きな驚きがありますから、それもぜひ楽しみに